んこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はドラゴンフラッグをするための練習方法について紹介したいと思います。4月19日までBレジェンドビッグセール開催中。定番12種と限定3種がまとめ買いで最大2,000円を。ぜひ概要欄をチェック。以前動画でドラゴンフラッグのやり方を出させていただきました。ドラゴンフラッグじゃどうやって練習したらいいねんっていう疑問もね出てくると思います。なのでまずじゃあドラゴンフラッグをどう練習していったらいいのかっていうのをね紹介していけたらなっていうふうに思います。ドラゴンフラッグでまあ重要な筋肉っていうのが、まあ、この腸腰筋と背中の背筋と腹直筋、そして腕の力っていうふうに前回の動画でお伝えさせていただいたんですけども、練習自体はもう背中をね曲げたり反ったりせずにしっかりと体幹を支えたまま足を上下できるようになるかっていうのがポイントになってくるので、そこのちょっと練習をしていけたらなっていうふうに思います。まず1段階目からやっていきますね。寝転んでいただいて1段階目っていうのは耐える練習です。なので耐える練習の前にまず1個おすすめなのはシートギリギリに行って普通にレッグレイズ、腰を反らないようにしてレッグレイズ、もう腰反っちゃう人は顔をおへそに向けていいんで起き上がらしていいんで最初はこの状態でレッグレイズ、頭上がってる人は頭を下ろしても腰が反らないようにまずできてるか、これ練習です。このレッグレイズが次できるようになったら続いて耐える練習ですね。手をしっかりと支えてもらって体を丸めます。体を丸めながら足の裏を天井に向ける、これが第一段階です。続いてこの状態から真上に行ける、真上に行ける、息吐きながら真上に行ける、真上に行ける、これがですねこっちに行ったりすると楽なんですよ。真上、真上、これをまずこういうところですね、真上落として、まず1段階と2段階を組み合わせる動き、これが3段階ですね。これ3段階目です。で次これ4段階目はこの状態からゆっくり落としていく、お尻ついてもいいです、お尻ついてもいいんでゆっくり落としてできる限り上半身をぶれさせない、腰を反らさないように体自体をまっすぐ直線に棒のように体を落としていくイメージで落としていきます。反りそうになるんやったらもうパターンと落ちちゃっていいです。とにかくまっすぐ落としていく、でこれがミックスされてグッグッグッグーッと落としていく、これが5段階になります。1段階はこれ、2段階目はこれ、3段階目はミックス、4段階目は落とす、そして5段階目は上げて落とす、これをミックスしていきます。続いてじゃあ6段階目はどうしたらいいのか、ゴールに近いんですけどグッと落としていきます。落として落としてお尻をつける、この手前でゆっくり下ろす、手前でできる限り止める、手前で止める、 OK、 ちょっと止めるだけでいいです。これが止めれるようになったら次グーっていって止めれるようになったら上げようとする、でもきつかったらお尻をつけずに曲げて上がってもいいです。とにかくパターンと落ちるんじゃなくて浮いたまま足を曲げていってまた上を蹴る、お尻つく手前でちゃんと止めとくけど体丸めて上に上げる、これがドラゴンフラッグ完成の手前のラストの練習です。そこまでしっかりと余裕持ってできるようになったらグーッと落としていって、落としていってここから上げる、これも今ちょっと落とす位置が高かったんですけどこの徐々に深くしてもいいです。なんでイメージはここまで行ったら戻す、ここまで行ったら戻す、これをちょっと下げて戻す、戻す、徐々に足を地面に近づけていく、お尻を浮かしたままできるとこまで耐えるでいいです。これがちゃんとできるようになって胸椎を伸展させた状態で腰は反らずに腹直筋が伸びた状態でお尻よりも膝とかの方が
下に下がってる状態まで持っていけたらもう完璧なドラゴンフラッグです。上げてからこそった状態でここまで下げて上げる。でもしっかりそこくらいまで下げてるときに姿勢自体がまあ、まっすぐっていうとこからちょっと足の方が下に下がってる感覚があったと思うんですけど、こういう姿勢だともう腹筋伸びてるんで、この状態で上体が落ちていくってことはずっと伸ばされながら、でもそれ以上下げへんように収縮っていう意識も動きながらストレッチをかけていくので、これがめちゃくちゃきついです。この順番を参考にドラゴンフラッグを練習して、まあドラゴンフラッグができるようになったらやっぱすげえってなるんでね、やってみてください。今回のこちらの動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、Bレジェンドでは定期的にキャンペーンなども行っておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。公式 LINE でもですね、初回友達登録限定で500円クーポンなどもお配りしておりますし、様々な情報なども掲載しておりますので、ぜひ LINE の友達登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。